はいどうも、タクタクです。神林式殺人事件やっていきましょう。さあ、隠し通路を見つけてしまった。行くぞ。どうやって行くのこれ。地下へ行く。二人きりで大丈夫かな。真っ暗ですね。なんか変な匂いがしない。あ、照明のスイッチはここみたいです。お。うわ、結構広い空間ですね。奥に続いてるみたい。行ってみましょう。っていうか、他の家族は知らなかったっていうことだよね、これね。ここに。あ。血の跡か。血。結婚ですね。嫌な予感しかしないですね。うわぁ。よいさん、なんでここに？確かに。誰か寝てた跡がある、しかもあそこ。枕と、なんか、布団みたいな。何この血の量は。一人分の血液じゃないですね。首なし死体で見つかった人の頭部をここで保管していたのかもしれないわ。確かに。うげぇ。もう私耐えられないよ。レオナ先輩の声は震えていた。レオナ先輩。みんな殺されちゃうなんて。クリエイターを一刻も早く止めないと。そしてレオナ先輩、生きて一緒にこの屋敷から帰りましょう。言う。鳥山さんや三木本さんが心配です。上に戻りましょう。うん、ごめんね。ごめんね、弱音吐いて。レオナ先輩。こっちにも階段があるのね。どこに繋がっているのかしら。こっちから上がってみましょう。これは？袋は異臭を放っている。すごい匂いだ。何のゴミか入っているんだろう。まさか死体じゃないよね。残飯、腐った食べ物みたいです。どういうこと？段ボールの中には非常食が入っている。地下に非常食なんて非常時にここに隠れ住むために置いてあるのかな。でこれなんか布団が。ベッドは血にまみれている。埃っぽいベッドだけど誰か使っていたのかな。机もある。どうしよう。上がりますか。上1階へ行く。ああ、106号室に続いている。ここは西廊下の客室。しかも客室だよ、よりによって。こんなところに続いていたんですね。106。はいはいはい。こっちは？あ、イベント。お、こんなところにいたのか。刑事。刑事はね、死ぬはずがないんですよ。なぜなら、この後のゲームにも、これネタバレになっちゃいますけどね。出てくるはず。もしかしたら違うエンドで死ぬって可能性あるけど。鳥山さん、探したんだぞ。ヨイさんが殺されていました。ヨイさんが？いや、鳥山さんや三木本さんと別れた後の出来事を僕とレオナ先輩はかいつまで説明した。密室殺人の推理と真相、建築家によって作られた隠し通路、そして神林ヨイの死体。鳥山刑事は神妙な表情で僕たちの話に耳を傾けていた。この屋敷に地下があったと。あったのか。しかも大量の血液が床についていました。とても一人分の血液とは思えません。実はこっちも報告することがある。何ですか？もしかしてまた誰か殺されたんですか？いや、死体が消えたんだ。死体が消えた？喫煙室にあった徳田さんの死体と夫婦の寝室にあったユキちゃんの死体がなくなっていた。犯人、クリエイターが移動させたってこと？何のために？わからねえ。なんで移動されてんだろう。それにさっきから三木本さんの姿が見当たらないんだ。あれ、鳥山さんトイレに行った三木本さんの様子を見ていたんじゃないんですか？ああ、だけど僕も便所に行きたくなってよ。男子便所に行ってから戻ってみたらいなくなっていたんだ。あと生き残っているのは三木本さんと神林清さんだけですよね。確かに。言いたくねえけど、今生き残っている奴らの中に犯人がいるってことだろう。そういうことになりますね。僕だってお前らが 100% 信用しているわけじゃないんだから、ないからな。そんな、当然だろう。自分の身を守るためには、誰も信用しないのが一番だ。そうは言っても、一緒に行動した方が安全ですよ。一人になるのが一番危険だと思います。それもそうだな。まあ、正直なところ、あの狐面の女や怪しい名前のカメラマン女よりお前らの方が信用できるしな。とにかく三木本さんを探しましょう。あと、消えた死体も気になりますね。見に行きましょうか。ん？うわ、停電、雷が落ちたのかしら。いや、このタイミングだと犯人がブレーカーを落とした可能性もある。それってやばくないですか？やばいわね。犯人の仕業だとしたら、奴にとってこんな有利な状況はないよな。でもこれで僕たちを信用してもらえるんじゃないですか。今ここにいた僕たちにはブレーカーを落とすなんてことはできないですよ。バーロー、次元、バー出た、バーローいただきました。次元式でブレーカーを落とすようなトリックなんて推理小説ではいくらでもあるだろう。確かに。まあそうね。次元式ブレーカーを落とす方法ってパッと思いつくだけでも3つくらいあるわ。
だけど信用できないなんて言ってられないな。分電盤がどこにあるか知らないけど、ブレーカーを上げに行くぞ。確か物置にあったはず。そうですね、早いところ明かりをつけないと。これセーブして、2階の物置部屋にあったけど、まっすぐ行くにはこう行って、わあ、ここなんかもうすでに俺道間違えた気がするな。どうだったっけな、ここではな、あ、じゃあ上か、違うわ、こうここだっけ、ここトイレだね。殺されるよこんなもたもたしてたら。乾燥室、こっちからか。あ、待って待って、この辺かな。あ、じゃあここは喫煙室だ。ここかな、あ、ここの、あ、違った、この物置じゃない。え、どこだったっけな。いや、確か物置っぽいとこにあるはず。ここ違う。どこだったっけな。こう来て、もうとっくに犯人がいたら殺されてるよこんな状況。物置どこ、あ、こうとかか。あ、違う違う違う、あ、ここだ。ブレーカーどこにあるんでしょう。やっとだよやっと。あ、これが分電盤じゃないですかね。これっぽいね。でも高すぎて手が届かないです。そこに台があったわ、それを使いましょう。倉庫にあった台を分電盤の下に設置し、僕はそれに上がった。分電盤を開けると屋敷中のブレーカーが並んでいた。特に次元式の仕掛けはないみたいですね。僕はブレーカーを上げると照明がつき、部屋は明るさを取り戻す。あれ、一人いないぞ。よかった、これで安心ね。あれ、鳥山さんどこに行ったんですか。あ、そういえばさっきまで一緒だったと思ったのに、なんだか嫌な予感がしますね。とにかく他の人と合流しましょう。え、ちょっと待って、これ一回さ、ここにセーブを生かしつつですよ。迷わずに行った場合、こう行って、こっち側行けばよかったんだ。こう行ってですよ。こう行って、ここ上がるじゃないですか。あー、ちょ。で、ここでしょ。あ、違った。こうか。めっちゃ迷ったけどね。あ、でももういない、もういない。え、これ変わんないってこと？ちょっとミスった。じゃあミスったよね。ちょ、もう一回いいっすか？何回やんの？今度ノーミスできます。こう来て、まっすぐね、まっすぐ。こう来て、いや、絶対こういうの俺は関係ある気がするんだよね。ノーミスで。で、ここに入る。あ、もういないんだ。じゃあ変わらないってことだね。じゃあもうこのまま進めるか。鳥山さんがいない。ただセーブして、どこに消えたんだろう。いないね。1階か、さっきいたところに戻りましょうか。いないか。ここは7階行く。いないね。あ、てか、なんか握られてないかな。そういえばゆいさん、人間性を抑えて人間に元から携わる動物性を伸ばすべきではない。狂ってる、こいつが人間性について何を言えるって言うんだ。一回行く。鳥山さん、こっちから出てきたよね。で、死体がなくなっていると言ったので、ちょっと一回死体の様子を見に行くのもありかなとは思うんだけど。あ、てか、キヨさんの部屋は鍵がかかっているということは、閉じこもってたから大丈夫みたいな。どこだったっけ、ここか。確かになくなってるな。キリコさんの死体がなくなっている。どうやって動かしたんだ。あとは竹丸の部屋にあったユキちゃんの
死体だったっけ。あれ、ああいいのか。元さんの体はある。ここにあるのも、あ、でもここから出られるんだっけ。あ、出られる。竹丸の部屋がここ。あ、本当になくなってるの。こっちから出られるの。あ、出られた。へえ。こっちは首がないんだよね、咲ちゃんは。なんかな、うんうん、どこに行ったんだろう本当に。いや、なんかこれはトリックがありそうだな。これでなんつうのかな、ちょっと双子のどっちかが実は犯人みたいな、なんかそんな気はするんだよな。やばい、残りの人がどこにいるのかがわからない。いない、どこにもいねえぞ。上は一番最初に起きた現場とかに、あれ、ここって鍵かかってたっけ。ここって何の部屋だろう。これマップとかないわけ。あ、平面図初めて見る。太郎の寝室、清の部屋。ちょっと待って、ようやくですよ。ここは何の部屋？平面図。音楽室なんで入れないようになってんだろう。ここに誰かいるぞ。おかしいよね。南倉庫客室。地下通路。登場人物。もうみんな殺されてるからな。とりあえず鳥山さんがどこだ。鳥山さんを探そう。鳥山さんは1階2階以下でも。ここは、ここは何の部屋だっけ。あ、図書室か。自分の部屋にいるとかってことかな。いない、ちょっといなくなった付近で探すのが正しいかもしれない。あ、三木本さんも殺されている。うつろな瞳、口は力なく開き、息はすでにない。あんなに力強い元気な人だったのに、とうとう三木本さんまで。三木本さんはこの家の人でも愛好会の人でもなかったのに、たまたまこの家に居合わせただけで殺されちゃうなんて偶然じゃなかったんじゃない。いよいよ僕たちもやばいですね。あと数時間もすれば夜が明ける。嵐もそろそろ過ぎるはずだから、思い切って下山してみましょうか。今はこの屋敷の中にいる方が危険な気がするわ。でもまだ今下山するのは危ないですよ。どうすればいいんだ。また紙片が。世界とは思い込みに過ぎない。クリエイター。この人、この人に、その人その人によってなんか違うのかな。電話もやはり切られている。鳥山は、鳥山さん、高田、高尾田優、自分の部屋、キリコさんの部屋、ここにはいない。やっぱいないよね。これあれか、客から行かないといけないのか。こう来たら、ここって行けるよね、このままね。いけないんだ。そっか、こう一回一回階段を変えないといけないんですね。こう来て、ここは誰の部屋。誰の部屋でもない。誰もいないね。キツネ面がついに落ちて血だらけですよ。これはキヨさんの狐面。どんな顔だったんだ、キヨさんは。血がついているわね。キヨさんが犯人なんでしょうか。可能性は高いけど、今のところ何とも言えないわね。なんでお面だけここにあるんでしょう。狐面を手に入れた。ねえユウ、何ですかレオナ先輩。談話室の前でキヨさんに出会った時、キヨさん本当に三木本さんのこと分からなかったのかな。
どうでしょう。二人が高校時代に知り合いだったのは10年以上前だと言っていましたよね。三木本さん本人も言っていましたが、髪型が変わったり化粧をしたりして顔が変わっているので分からなかったんじゃないですか。あの時の清さん、三木本さんの顔を見ていた気がしたのよ。お面で表情は読み取れなかったけど、三木本さんのこと分かっていたんじゃないかな。もちろんそんな気がしただけだけど、だとしたら清さんはあの時に何を思っていたんでしょうか。ねえ、なんか俺も分かっていたような気がするんだよな。自分をいじめた人間のことなんかそうそう忘れられないでしょ。だってね、これで清の家に部屋に行ってみるのは自然の流れ。はあ、首がしかも3つも、キャー、首がな、何これ。首が切断された死体の近くには3つの首があった。そのうちタンスの上にある2つは行方不明になっていた頭部だった。関谷さんと咲ちゃんの首、まるで飾られているみたい。この首は、あ、これがキヨさん、綺麗な人だったんやな。残った一つの顔、その顔に僕は見覚えがなかった。しかしその首が誰のものなのかなんとなく分かった。顔のパーツや作りが神林よいや、さきゆきにどことなく似ていたからだ。神林キヨさんですね。ですよね。そうね、お面の下にはこんな顔だったのね。双子やよいさんにどことなく似ていますね。本当ね、目元がさきちゃんのやつ、ゆきちゃんにそっくり。キヨさんまで殺されてしまうなんて。僕は持っていたキツネ面をそっと神林キヨの顔の上に置いた。でもこれではっきりしましたね。何が？犯人は鳥山刑事です。違うんじゃないの？なんか俺は違う気がする。残ったのは僕たちと鳥山だけです。あいつが犯人だったんです。それはそうだと思うんだけど、今までの殺人で鳥山さんにはアリバイがあった気がするのよ。でもどう考えてもあいつが犯人ですよ。最初に会った時から気持ち悪い笑い方をするやつだと思っていたんですよ。俺は違うと思うな。あれどうしたんですか？このキヨさんの死体、着物の下は裸だわ。着物の下、肌着も襦袢も何も着ていないのよ。先輩の言葉通り、その死体は帯こそしていたものの着物を羽織っただけの状態だった。その帯もきちんと締められているわけではなく、結んだだけという感じだ。なんでかしら。いつも着物の下は裸だったのでは。多分違う。殺された時裸だったのでは。犯人が裸を見たかったのでは。違う。殺された時裸だったのでは。いつも着物、いやこれだな。お風呂に入っていたとか。どれなんだろう。殺された時は裸だった。かなり前に殺されていたとか。みんなが晩餐会中にこっそりお風呂に入っていたんだけどみたいな。殺された時に裸だったのでは。肌着も襦袢も着ずに裸で何をしていたっていうの。それは言えませんよ。全年齢低少ですから。いや、ちょっと待って。本当にそういうことをしていたの？誰と？そんな、こんな凄惨な死体をゴロゴロ転がって、今さら全年齢対象だって言い張るの？確かに。特にその辺の細かい決まりはないですから、言ったもん勝ちですよ。とにかく鳥山さんが犯人だとしても、そうじゃないとしても気をつけなくちゃいけないわね。鳥山さんが犯人に決まっているじゃないですか。いや、危険だね、それは。でも本当にそうかしら。もう私たちと彼しかこの館にはいないけど、何か引っかかるのよ。何が起こるかわからない。気をつけましょう。こまめにセーブをしながら慎重に行きましょうね。もう、ゆうは本当にゲームオタクなんだから。ゲームオタクとは侵害ですね。ゲーマーと呼んでください。確かに。侵害でもないです、別に。なんかオタクの方はまだ位が高い。わかんないけど。どっちが位が高いとかわかんないけど。さあ。といったところで、今日はこの辺で一旦終わりましょう。おそらくね、鳥山刑事ではないと思うんですよね。ただ、どうなんだろうな。僕は確かに鳥山刑事が次に出ているゲームを知ってはいるけど、時間軸であったりとか、このゲームの作者だっていうようなこととか、勝手に思い込んでましたけど、全然俺の勘違いなのかもしれないし、どうなんだろうな。
いやまあまあ進んでいけば分かると思いますけど、はい、それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。